プロスパー・アルピーニ1616 16、プロスペロ・アルピーニは、イタリアの医師、植物学者である。エジプトの植物を研究し、パドバ大学の教授を務めた。イストリア・イージプテナ・ナチャーリス、1735、ベネツィア共和国のマロースティカに、医師の息子として生まれた。ミラノ公国の軍に参加した後、おそらく父親に勧められて、1574年から、 パドバ大学で医学を学び始めた。優秀な成績で1578年に医学と自然科学の学位を得た。医学、植物学、薬学のみならず博物学、動物学に興味を示した。パドア地域の町のカンポサンピエトロで開業した後、珍しい植物への興味から1580年にベネツヤアの外交団付けの医師としてエジプトを訪れた。3年間、 エジプトに滞在し、エジプトの植物の研究を行った。ナツメヤ氏の観察から、ナツメヤ氏が私有遺種であって、メカブがオカブの受粉されないと結実しないことを報告し、これはカール・フォン・リンネの植物分類の考えに影響を与えた。イタリアに戻った後、ポテンツァで医者を改良し、ジョバンニ・アンドレア・ドーリアの寺院を務めた。1590年にネツィアに戻り、 1593年にパドバ大学の植物学教授に任じられた。中東の植物を栽培し、著書でリーベル・プランティス・イージプテを執筆した。1603年にメルキア・ギランノの後を継いでパドバ大学の植物園の園長を務めた。植物学の教授をする一方、医師の仕事も続けた。著書にはエジプトの植物について記述した。 エジプト植物詩でプランティス・イージプテが有名であり、73の木版の植物図が含まれている。その他に、デレールム・イージェプタラムは死後に出版され、エジプト学の先駆的な著作であり、デ・メディシーナ・イージェプティオラムは、エジプトの医学について書かれた最初の書き物である。アルピーニの著書には、コーヒーやバナナやバオバオの記述があり、図版も入っている。 エジプトの医学に関する書物では、大麻の精神に対する作用についての記述が見られる。息子のアルピのアルピーニもパドバで植物学の教授を継いだ。アルピノは植物の学名で命名者を示す場合に、プロスペロ・アルピーニを示すのに使われる。アルピーニはガリレオと同時大臣で、ガリレオがパドバ大学の数学の教授となったのはアルピーニの1年前である。 ウィキメディアコモンズには、プロスペロアルピーニに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。